せーの、オーバークールメン、ゴー。できました。え？あ、行きました。行きました。チャイ、チャイ、チャイ、チャイと何をするの、チャイ。テーマ決めて2択に分かれてディベート対決、イエイ。例えば、まあ、簡単に言ったら、タケノコ派かキノコ派とか、要はあるじゃないですか、ネットでは。これはありなんか、なしなんかとか。まあ、二択に分かれて、ちょっとね、議論して。どっちが正しいかっていうのを、最終的には決めると。そのうちの二人が話し合い、一人余るんで、その一人が審判で。オッケー。で、相手をこっち側に引き込んだり、その審判を納得させたら勝ちですね。わかりました。はい。やっていきましょう。まず、一個目のテーマ。目玉焼きを食べるとき、お醤油かソース派です。わー。なるほど、なるほど。じゃあ、ダイさんが醤油派。ヒロトがソース派で。はい。はい、はい、はい。スタートです。まあ、制限時間はなんとなくもうね。なんとなく決めるって感じですか。じゃあ、ヒロトくん。はい。目玉焼き食べるとき、いつも何かけてます、はい、僕はいつもソースかけて食べます。ほんまですか？ほんまですか？ますよ。卵を生で食べる文化って、はい、日本だけなんですよね。あ、そうなんですか。うん、それは本当ですか、うん、本当です、本当です。それソースあるんですかソースは調べてください卵かけご飯とか、はい、あんなありえへん。あ、そうなんですか。うん、ほんまにほんまに。これ本当ですかえ、これ知りませんその外国は生で食べれない、食べないということですね。そうそうそう、そうです。じゃあ外国はその醤油かけて食べないってことですよね。外国は、外国はそもそも、まあ目玉焼きなんか作らないんで。醤油かけないですよ。かけないですよね。かけないです。そうですよね。ソースは。ソースは、あるじゃないですか。外国にも。ソースって日本発祥っすよね。え？いやいやいや、ソースって日本定義あるんで。ああ。いっぱいソースあるじゃないですか。タルタルソースもソースじゃないですか。タルタルソース。はい。タルタルソースもソースですよ。はいはいはい。でも醤油って、外国にもほとんどないじゃないですか。タルタルソースはまあ醤油よりは絶対多いじゃないですか。うん、そうなんですか？そうです。わからない、それは。あ、わからないですか？わからないです。知らないです。あれ？どっちが多いと思います？醤油で食べるか、うん、いろんなソースがある外国で、目玉焼きにソースをかけて食べるか、どっちが多いと思います？それはソースじゃないですか？知らないですけど。そうですよね。うんうん。でも、ここ今、日本の話してるんで、はいはい、外国の話やめてもらっていいですか？外国の話出したらそっちですよね。日本のハンバーガー店で。はいはいはい、はい、ハンバーグの中に目玉焼き入ってるの見たことありますか？ああ、ありますありますあります。あれソースついてますよね。醤油、醤油垂らして食べてるの見たことないですよね、ハンバーガーに。ハンバーガーの話はやめてもらっていいですかハンバーガーの話はやめてくださいもう目玉焼きの話してるんで。うん、はい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 、僕も目玉焼きの話してます。目玉焼きの話してますか？はい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 、そうです。なるほどね。で、その目玉焼きをいかに生かすかって言ったら、やっぱり目玉焼きってハンバーグに乗せたりとか、お好み焼きの上に乗ってたりとか、いろいろあるじゃないですか。それ全部ソースじゃないですか？いやいや、僕見たことあります。醤油風味のやつとか。醤油風味？うんうんうん。和風、和風ハンバーグ。和風ハンバーグ大体おろしポン酢じゃないですか。ああ、ほんまやな。大根。ポン酢やな。終了ということで。はい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 。ソースの勝ち。やったー。醤油が負けた。醤油が。惨敗や。コールドが食らえや。それでは、はい、コムドットは面白くない、面白いか面白くないか。はい。はい。議論お願いします。はい。僕がじゃあ面白い派。僕面白くない派で。はい。コムドット面白い。良くないですか？はい、面白くないです。それはなんでですか？その僕の友達にそのコムドットファンがいてるんですけど、これ面白いから見てって言われたんです。で、見ました。自分らの動画より全然面白くないと。ああ、はい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 、はい、僕全然笑いませんでした。僕、はい、自分の動画はめちゃくちゃ笑うのに全然笑いませんでした。え、カズは面白いですよね。面白いですよ、コムドットは。うん、コムドットはもう面白いです。はいはいはい。なんで面白いか、もうこれ簡単ですはい。もう数字に出てます。
じゃあ再生数が低い動画は絶対面白くないっていうことですか？そういうことでもないです。違う。そういうことでもないですね。じゃあその再生数少ない中にコムドットを超える動画もあるかもしれないですよね。それは間違いない。そうですよね。はい。じゃあ、はいはい、僕たちはコムドットより面白くないってことですか？僕たちはコムドットより面白いです。面白いですかね。面白いですよ。そうですよね。僕たちの方が面白いですけど、はい、コムドットも面白いです。この世は面白いか面白くないかじゃないんですよ。はい。いろんな面白さがあります。どこが面白いですか？コムドット面白さですか？はい。面白いとこ、じゃあ、10個くらい上げてもらっていいですか？あー、なるほど。まず、海のバランスが面白いです。はい。バランスが面白い。面白いです。それ面白さに入るんですか？入ります。バランスって面白いって言うんですか？前の3人偏りすぎててもう面白い。後ろが、もうほぼ、はい。ほぼ何ですか？ほぼもう何て言うんですか？はい。ほぼ消えてる。消えてる。後ろの2人がほぼ消えてる。はい。はい、この、不バランスさ。あ、バランス悪なったんですか？バランス悪いのがもう面白い。まず1個。あー、じゃあ、その2人はおらんかってもおってもどっちでもいいってことですか？だ、い、います。だってもう、はいはいはい、いてないですよね。いてます。いてるんですか？いてます。消えてます。消えてるんですよね。はいはいはい。じゃあもう、いてなくてもいいんじゃないですか？それコムドットである意味あるんですか？そのなんか、いてるんかいてないんかわからんっていうのがもうコムドットなんですよ。で、リーダーも特に頑張るんですよ。はい。ヤマト君。はい。大して面白くない。はい。面白くない。面白くない。はい。でもそれが面白い。え、その前3人が、はいはい、いいバランスとってるみたいに言ってるけど、はい、前3人のそのうちの1人がコムドットのヤマト君ですか？そうです。で、そのコムドットヤマト君1人単体だと面白くない。はい、面白くないです。で、あとの2人は面白くない。消えてます。消えてる。はい。じゃあ3人いてないってわけで、2人しかいてないじゃないですか。うん。こコムドット、そんな、これ2人だけじゃないですか、だって。その2人、もう5人おんのに2人だけっていうのが面白いんですよ。あ、そうなんですか。だから面白いです。コムドット、めちゃめちゃ面白いです。僕は10個ほど褒めてくださいって言ったんですけど、まだ1つも褒めれてないんですよ。いや、褒めれてます。はい、終了ウィナーは、コムドットは面白くない！やばい！マイナスポイント。ヤマト面白くないって言ってもらった面白くない言っちゃった次のディベート、いじめはありかなしか。重いな。いきなり重くなりましたね。今ちょっと話題にもなってるしね、この話題がいじめっていう、いろんな事件がね、はい、やっぱあるんで、これ一個言いますけど、ね、いじめは良くないですよ。こっからはそれネタと理解してる人だけ見てください。はい、はい、はい。じゃあ、いじめありなし、ありで行きましょうか、僕が。あ、まあ、ありで行ってくれますか。じゃあ、数はなしで。なしで。はい。わかりました。いいですか。はい、はい。お願いします。今、ありですか？いじめはありだと思いますよ。いじめありですか？ありですよ。なんで？はいはいはい。脱ぎましょうか。よく考えてください。はいはいはい。学生の時とか、周りいじめられてる人とかいました？知らないです。知らないですか？これマジで。俺、ないと思ってました。いじめってそんなあれですよ、もうバーンとか殴るんじゃなくても、うん、まあちょっとひそひそ話とか、はい、まあそれもいじめなんで、一応ありましたか、そういうの。ないですね。ないクリーンな学校やねクリーンな学校でしたね。クリーンな学校やね。そうですね、うん、でもね、はい、うん、いじめられてる人って絶対ね、いじめられてる人ね、何かね、悪い、なんか持ってるの。例えば、喋ってる時唾飛ばしてくるとか、汚いとか、デブとか、うん、そういうとね、なんか欠けてるんですよね、何か一部が。だからいじめられちゃう。もう動物の本能なんですよ。猿とか、はい、いろんなこの世の全ての動物、うん、絶対にね、いじめはあるんですよね。この議論の趣旨は、うん、いじめはいいのか悪いのかですよ。うんうんうん、今のは逆らえないだけで、うん、いじめは悪いですよね。うん、うん、いいよ。はい、いいよいいよ、いじめは。いじめはなんでいいんですか？うん、デブだからいじめていいっていうのはないじゃないですか。うん、いいよいいよいいよ。だってデブやったら、はいはい、まず、はい、臭いし、はいはいはい、なになになに、デブでも綺麗な人はいます。うん、うん、デブってそもそも、はい、なんか容姿見て不快な気持ちになりません？
なりますよね。多分ね、ほとんどの人デブ見たら、最初第一印象、はい。第一印象見て、デブの人と普通の人、どっち喋りに行きますか？綺麗な人。綺麗な人。それは心の一部のどこかでいじめが始まってるんですよ。いじめなんですか、これは。いじめなんですよ。中身が一緒でも絶対、中身が一緒やったらなおさら綺麗な方行く。ブサイクには恋は始まらん。わ、はい、かる。もう心のどこかでもそれはいじめが始まってるんですよね。それいじめのちょっと定義からじゃあ決めなきゃいけないですよ。うんうん、いじめはその心の中で別にこいつあんま喋りたくないなと思いつつも普通に喋る、うん。これいじめ入りますか？嫌悪感抱いた瞬間いじめです、それは。あ、そっからいじめですか？いじめですよ、もうそれは。もうそこからいじめっていうのは始まっていくんやから。それいじめの範囲ちょっと広すぎないですか？え、ちょっとこの人嫌な、もういじめですか、これ。うん、もう始まってるやろ。これいじめですか？だから一人がもう、あ、ちょっと嫌やな。で、みんながちょっと嫌やなってなったらもういじめ始まってるじゃないですか。ほんじゃ裏でひそひそ話とかが始まるわけですよ。あいつちょっとなんか臭ない？あいつちょっとなんかデブない？もうそこの時点でいじめが始まってるわけですよね。うん、そういうことなんですよ。まあ、いじめの定義がもうちょっと僕とあなたはそもそも違いますわ。はいはい、はい。そこはちょっとせこいですわ。はい、嫌悪感、誰でも抱きます、嫌悪感なんて。ちょっと価値観違っただけで嫌悪感って生まれるんで。そこをね、いじめっていうのはちょっとまず反対させていただきたい。うん、その上で、ね、無視とか、暴力とかを僕、いじめやと。一個定義してですね。うんうん、それをわざわざする必要ないじゃないですか、無視とか。なんで？なんで？だって嫌悪感抱いてる人に話しかけられたら自分話したくないんやから無視するやん。なんで？なんで話すの？ちょちょちょ、その、見た？じゃあ、はい、その前で。無理よ。うん、勝者。はい。不服ですが、ダクさんです。ありがとうございます。いじめは良くないですよ。いじめありか？洗脳されてるわ。そう、いじめありやったんか。はい、ということで。どうでしたか？イベント対決。イベント対決どうでしたか？まあまあみんないろんな意見があるんやなと、ありかなしか分かれるだけでいろんなディベートできるんやなって思いましたね。嘘つけ。何？何が？何でその空っぽな小学生みたいな。いじめありになっただけ僕がいじめてるみたいな感じ。いやもう彼がいじめられてる。いじめてる、いじめてる、いじめてる、僕がいじめてるみたいな、なってるやんか。僕がいじめてるみたいな。こっち来んなよ。証拠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 これ。これ証拠やね。よくないんでね。うん、コムドットも面白いですし、いじめもいけません。醤油もうまいし。醤油もうまいし、ソースもおいしいし。はい、ということで終わります。僕たちね、チャンネル登録者30万人目指してるので、ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、あとインスタとツイッター1万人行こうと頑張ってるんで、こちらもぜひチェックお願いします。お願いします。お願いします。じゃあバイバイ。はい。